はい、今回はですね、東京オリンピックについてなんですけども、東京オリンピックに参加している中国がですね、大規模な不正をしているんじゃないかといったような疑惑が出ておりますので紹介したいと思います。で、今回はですね、ちょっといつもの記事から入るんではなくって、ちょっとツイッターからですね紹介していきたいと思います。まずはですね、ちょっと女子のウェイトリフティングの競技にですね、男性が出場しているんじゃないかというような疑惑がまずありまして、いろんな疑惑あるんですけど、まずちょっとこちらの疑惑から紹介していきたいと思います。こちらですね、残念だがセイバーさんのツイートになるんですけども、この中国選手は女子ですかっていうので、この写真2枚紹介されているんですけども、ちょっとクリックして見ていきますね。まあ、こちらの選手、メダル取られた選手ですよね。これ本当に女子なのかと。まあ、顔はなんかネットではですね、ダウンタウンの浜田さんとかに似てるとかって言われてたりするんですけども、まあ、顔だけで、まあ、判断するのはよろしくないんじゃないかなと思うんですけども、しかしですね、この2枚目の写真がですね、ちょっと怪しいところがありまして、この、わかりますかね、下半身の、この下半身の部分見えますか皆さん。これなんかもっこりしてるんですよね。これ男性器がついてるんじゃないかと今話題になっておりまして、この人は男性なんじゃないかというところで今話題になっております。なぜか男性がですね、女性競技に出ていると。もう何としてでもですね、もうこれ女子の競技に男子を出場させてでもですね、メダルを取りたいという、この中国のですね、もう反不正ですよね。まあ反不正のようなことがですね、行われているんですね。はい、それでですね、それでですね、海外でもですね、こういったところには批判の声がかなり出てきておりまして、I see a pocket on her body っていうので、まあ、彼女のなんか体にポケットが見えるぞ、みたいな。ポケットじゃないんですけども、私も見えるぞとか、なんか怪しくないかみたいなことがですね、コメントされてるんですよね。もちろん日本人の方もいろいろおっしゃってまして、そこまでして勝たなきゃならないのとか、中国って大変ねとかっていうことが言われてたりですとか、このマリモッコリとかね。マリモッコリっていうのはなんかこんな写真が貼り付けられていたりですとか、ちょっとこれ、怪しいんじゃないのかとか、まあ男じゃないのかみたいなことがですね、結構今騒がれておりますと。それでですね、まあ、今回のオリンピックじゃないんですけども、以前のですね、国際大会とかでも、こういったところっていうのが頻繁にですね、疑惑が出ておりまして、こちらはですね、2019年の全国陸上選手権女子リレー大会の中国人自称女性チームになります。で、実際にですね、出場された方がこちらの4人のメンバーになるんですけども、まあ女性っぽい方もいらっしゃれば、まあちょっと顔がですね、男性に見えるっていう方もいらっしゃるんですけども、まあまあ顔だけでですね、判断するのはちょっとよろしくないのかなと思いますけども、まあちょっとですね、この人が怪しいんじゃないかと。この人怪しいっていう人もいるんですけども、まあ、この人が一番ちょっと怪しいんじゃないかと、この男子の方がですね、怪しいんじゃないかと言われてまして、この人もですね、先ほどの方と同様、なんか、もっこりしてるんですよね、下半身が。まあ、下半身ばっか見ちゃいけないんですけども、なんか、もっこりしてて、なんか入ってませんかっていう、なんかついてませんっていうのが、まあ、そう言われるとこっちの人とこっちの人もちょっと怪しいんですけども、はい。ちょっともっこりしてませんかと。で、先ほどの選手ですね、走る前の映像とかっていうのも残されておりまして、なんか脇、手を上げるとですね、すごい脇毛が生えてですね、まあ女性でもまあ濃い人がいますので、まあこれだけでも判断できないんですけども、下半身はもっこりしてるわ。脇はなんか脇毛がたくさんボーボー生えてるわ。これもですね、さすがにちょっと男子じゃないのかっていうような疑惑がですね、出てたりしますと。まあ、こういったことがですね、中国結構頻繁になんか疑惑として出てるんですよね。はい。この他にもですね、こちらの選手もですね、こちらは2018年の女子陸上中国人選手の写真になるんですけども、この選手も怪しいと。まあ、すっごい太ももしてるんですよね。本当に女子かと。これ、ちなみに女子の大会ですからね。で、座った時の様子なんですけども、横から見るとですね、もろもう顔も男ですし、この上半身の体つきも男ですし、特にですね、この下半身の太ももですよね。これ女子でこれはさすがにないんじゃないかっていうようなですね、もう体格されてるんですよね。2019年も2018年もですね、男みたいな人がですね、女子スポーツの大会に出ていましたと。女子の大会に男性を出場させるっていうだけではなくてですね、
選手の入れ替えみたいなことも行われてるみたいでして、もともとバスケットの大会にですね、こういった女子の選手たちが出る予定になってましたよっていうのでですね、皆さんロン毛ですよね。髪結んでるんですけども、皆さん髪長いですよね。後ろで結んでるんですけど、短い方はこの方とかこの方短いですけども、後の方は皆さん髪が長くてですね、後ろでまとめたりされていますと。ただですね、実際に出場したですね、バスケットボール選手、全員単発なんですよね。しかもこの4人、先ほどのメンバーの中に多分顔を見る限りいないんですよね。こうやってですね、もう女性を出場させるかのように見せかけて、こうやって男みたいな選手をですね、出場させたりしていると。男みたいっていうのはちょっと失礼。本当に女性だったら失礼なんですけども、こういう人の入れ替えみたいなこともですね、行われていますと。いないですよね。だって先ほどの。どう見てもいないんですよね。で、先ほどの2019年の選手ですね。さっきこちらの選手を紹介しましたけども、ちょっと勝手に再生されてますけども、声も男なんですよね。これ明らかに男性の声だと思うんですけどね。で、さらにですね、もうちょっと他のもありまして、この選手もですよね。この選手もですね、3人、先ほどの選手ですね、この選手は。この選手もこの選手も本当に、これ、中国女子って書いてあるんですけど、これ本当に女子かっていうような、中国人女性がみんなこういう顔してるわけじゃないんですよ。中国人女性本当綺麗な方多くて、本当に女性らしい、本当に女性って感じなんですけども、こうも3人が男みたいな、3人が集まるかっていうところですよね。先ほどの選手ですね。これなんかお父さんなんですよね。明らかに。で、これどういうことなのかっていうお話なんですけども、どうもですね、この橋本さんという方ですね、ポリティカルアドバイザーっていうことをおっしゃってますけども、ちょっとコメントされておりまして、滝沢ガレソさんという方が、なんでこんなことが起きてんだ、これ本当にどうなんだ、女性でいいのかと言われていまして、で、滝沢ガレソさんにコメントされておりまして、滝沢ガレソ氏、ポリティカルアドバイザーとして回答差し上げますと、今回の東京オリンピックから選手の性別は生殖器ではなく血中テストステロンの濃度で定義することに IOC が決定。一般女子の約28倍までの値なら男性器があっても女子選手で出場できます。ご参照くださいっていうので、これ中国のためにもしかしてやったんじゃないかと思われるようなところもなんか感じてしまいますけども、一般女子の約28倍までの値で認めてしまうと、本当に男が女子のための大会に出場してしまうので、さすがにこのハードルっていうのはちょっと甘すぎないかなと思いますよね。28倍ってだって、一般女子じゃないことになるじゃないですか、この28倍って。ちょっとおかしいことが起きてるなっていうところですよね。こちらのコメントに対してですね、先ほどの方ですね、先ほどの方で、これ先ほどのお父さんやってる写真載ってますけども、家ではですね、パパやってるんですよね、もう明らかに。これはさすがにひどいんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと、これは番外編になりますけども、もし僕の血中テストステロンの濃度が低かったら、女性の濃度と同じぐらいだったらっていうかの話ですよね。チンチンついてても女湯って入れますか？もちろん入れます。アメリカではそれがすでに問題になってますって。いやいや、どこでも問題になるでしょう。ちょっとなんか、男女差別じゃないと思うんですよね、ここまで来ると。あくまで違うので、男性と女性って。これをなんか差別って言われるとちょっと違うんじゃないかなと思いますけども、男女差別みたいなことが激しくなりすぎてですね、今回なぜか、女子の競技にですね、男性が出場してしまって、なぜかメダルを、もう女子の分のメダルまで男性が取っていくと、中国が取っていくということに今なってまして、もうこの大規模なですね、もう国家ぐるみのですね、不正が今行われているというような東京オリンピックになってますというところですね。はい。もう一つですね、不正に関するちょっとお話がありまして、卓球に関するところで、卓球でもですね、これ不正が行われてるんじゃないかというところがですね、今疑われておりますので、ちょっとこちらも紹介したいと思います。こちらはですね、ちょっと記事を紹介したいと思います。スポーツ報知の記事ですね。はい。中国卓球の不正ラバー問題がツイッターでトレンドに。2012年に水谷が中国のラケットの不正ラバー使用に反発し、
国際大会の出場をボイコットしていたことが改めて話題となっているのだ。ネット上の反応としては、改めて水谷さんの勝利はすごいと思います。不正ラバー仕様が横行し続ける中でノーマルラケットを貫いて今回の金メダル、本当に素晴らしい。ラケットの不正を繰り返す卑怯な中国に正々堂々と勝ったという意味でも、この金メダルは価値がある。ノーマルラケットで世界の強豪と戦い続けてきた水谷選手、その末にたどり着いた金メダル獲得にもっと注目が集まって叱るべきではないでしょうか。水谷の記事を見るたびに、日本男子卓球のパイオニアなんだよなって思うわ。ノーパンとか旗ヨークとかバラエティの気取らない面白さとかあるからよく忘れるけど、この人本当にすごいんだわ、など水谷を称賛する声が上がっているっていうので、まあ、中国選手がですね、まあ、ラケットに不正な、まあ、粘着剤みたいなのを塗ってですね、よりボールが回転しやすくする、変化球を打ちやすくする、そういったところをやっていて、まあ、勝ちやすくしてるんですよね。まあ、こういったところっていうのがですね、中国では昔からこれ問題視されているんですけども、まあ、今回のですね、東京オリンピックでも同様にやられていまして、中国のですね、まあ、陸上とかウエイトリフティングに限らずですね、いろんなところでですね、本当に不正ばっか行われていて、不当にですね、メダルが獲得されているっていうような現状が今あるっていうようなお話になってますね。日によってですね、順位がコロ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 変わってはいますけども、中国がですね、今動画撮影時点ではですね、メダルの数、全部の数っていう意味ですとですね、中国が2番になってましたけども、まあこういうことをやるとですね、やっぱりメダルの価値が下がってしまいますし、本来他の国が取れたメダルがですね、中国に取られてしまうというところもありますのでですね、やっぱスポーツに関してはですね、正々堂々戦っていただきたいなというところはありますよね。はい。皆さんはですね、今回の事件についてどのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でどしどしコメントいただけると嬉しいです。はい、本日の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。